グレー・メイナードは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。アリゾナ州フェーニックス出身。アメリカンキックボクシングアカデミー所属。3歳からレスリングを始め、セント・エドワード高校時代は、全米大会に優勝し、ミシガン州立大学に進学。一時期は、ラシャド・エヴァンスとルームメイトだった。大学時代は、NCWA のディビジョン1レスラーとして、オールアメリカンに3度選出。 その後アテネオリンピックを目指していたが、出場は叶わなかった。その後、BJ ペンにレスリングを指導したことがきっかけとなり、2006年にランディク・ートアの下で総合格闘技の練習を開始、同年4月21日にタイトルファイティングチャンピオンシップスイッチで総合デビューを果たした。プロ格闘家となる前は不動産業者をやっていた。2007年には、 UFC のリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン後に参加し、BJ ・ペン引き入るチームペンに所属。エリミネーションバートでは1回戦で、ウェイン・ウィームズ、2回戦で、ブランドン・メレンデスを破るも、準決勝で、ネイサン・ディアスにフロントチョークで敗れた。6月23日のフィナーレでは、ロバート・エマーソンと対戦し、エマーソンを投げた際に負傷させてタップさせたが、メナードも、 マットに頭を打って気絶し、無効試合となった。ファイトオブザナイトを受賞した。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ローズンで、フランク・エドガーに3から0の判定勝ちを収めた。10月25日、UFC90 でリッチ・クレメンティに3から0の判定勝ちを収めた。2009年3月7日、UFC96 で、 ジム・ミラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。9月16日、UFC ファイトナイト、ディアズ VS、ゲヤドで、ロジャー・ウェルタと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2010年1月11日、UFC ファイトナイト、メーナード VS、ディアズのメインイベントで、ネイサン・ディアスと再戦し、2から1の判定勝ちで、リベンジに成功した。 2010年8月28日、UFC118 のライト級王座挑戦者決定戦でケニー・フロリアンと対戦し、テイクダウンとポジショニングで上回り3から0の判定勝ち。プロ公式戦無敗のままフランク・エドガーの持つライト級王座への挑戦権を獲得した。2011年1月1日、UFC125 の世界ライト級タイトルマッチで、 王者フランク・エドガーと2年9ヶ月ぶりに再戦。1R にパンチでダウンを奪ったものの、1から1の判定ドローで王座獲得に失敗した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2011年10月8日、UFC136 の世界ライト級タイトルマッチで王者フランク・エドガーと3度目の対戦。前回同様 1R 打撃で圧倒するものの、後半盛り返され 4R に、 右フックでダウンを奪われ追撃のパウンドで小負けを、キッシ死王座獲得に失敗した。プロ13戦目で初黒星を喫した。2011年11月、エクストリームクー・トゥアを離れ、アメリカンキックボクシング・アカデミーへ移籍した。2013年5月25日、UFC160 のライト級王座挑戦者、決定戦で、ライト級ランキング5位の TJ グラントと対戦し、 一ティコ負けを起死した。2013年11月30日、ザ・アルティメット・ファイター18フィナーレのメインイベントで、ライト級ランキング8位のネートディアスと再戦し、一ティコ負け。2014年8月16日、UFC ・ファイトナイト・ベイダー・ VS、ス・トリート・プラで、ロス・ピアソンと対戦し、二ティコ負け。3連続の小負けとなった。ありがとうございます。